妄想保護区は妄想の保全を最優先に考え保護される区画だ。妄想とは飽くなき理想への道しるべであり、生きとし生ける者に与えられた権利。我々はそのような妄想を保護する。そして共に世界の発展の礎になろうではないか。おい、妄想の保全ってなんだ？そんなの俺が聞きてえよ。どうして局長はあの時。そう簡単に死ぬやつじゃねえってことだよ。24時以降という時間に違和感を感じた者は我々の前に名乗り出てほしい。決して心配しないでくれ。我々妄想管理局が安全を保証しよう。それは身の安全だけではない、世界の平和そのものを保証しよう。妄想が叶える世界、それは無利益な争いのない理想の世界だ。そんな世界を見てみたいとは思わないか。涙も血も流さずに済む、そんな世界を我々と共に選ぼう。なぜならこの秋葉原に住まう者は皆妄想に選ばれたのだから。俺たち選ばれし者なのか？なんかすげえじゃん。違う、そうじゃないのに。だけどどうしてこんなことに。この秋葉原は今とある少年たちのおかげで生まれ変わった。そう、永遠に続いていく今日、永遠に終わらない今日となった。それは誰しもが望む妄想だった。そんな妄想を強く願ってくれたのだ。まさか。マジかよ。そしてそんな妄想を請け負い叶えてくれた立役者を紹介しよう。皆すでに存じているかもしれない。そう、ピンクマントの妄想請負人カノンだ。夢より素敵な妄想へ、皆様をご案内いたしましょう。だからどうか安心してほしい。妄想管理局は最高の協力者を迎え入れた。なんでカノンが。そういうことか。あの時春日が刺した局長は偽物だ。カノンさんが生んだもう一人の局長さんだったんですね。以上で妄想管理局からの緊急会見を終わりとする。そして最後にもう一度、永遠を妄想してくれた少年に感謝の意を表しよう。あいつら初めっからまんまと利用されたのかしら。全部手のひらの上だったの。くそ。永遠に終わらない今日ね。だからあの時カノンは僕たちに詰め寄ったんだね。永遠という妄想を引き出すためにな。あの時俺が願ったから、こんな日々が永遠に続けばいいって。そんな永遠をカノンが受け負ったんだ。あの時俺がためらったから。ふっ、立花だけのせいじゃねえよ。うん、私も思ってた。忘れたくない、終わりたくないって。オイラもっち、リュウも一緒です。もちろん僕もだよ。俺もってことでいいぜ。私は違うわ。俺はどっちでもいいや。みんな。でもどうしてピンクマントが永遠の妄想を受け負う理由は。そこまでして存在し続けたかったのでしょうか。きっと存在の肯定だろ。
永遠に存在し続けるためのな。カノンは記号なんかじゃない。カノンにはそれ以外の方法がないってことだ。なあ、繰り返す今日と永遠に終わらない今日は一体何が違うんだ。繰り返される今日はね、同じ一日を何度もやり直しているだけなのよ。じゃあ終わらない今日は。わからない。はあ？だけど分かったこともあるの。これは仕入れたばかりの情報なんだけどね、私たちはね、どうやら秋葉原に閉じ込められたみたい。どうして？秋葉原だけ取り残されたのよ。今日という日にね、秋葉原から出ることもできないわ。まるで世界から隔離されたかのように。きっと僕たちの妄想だからじゃないかな。秋葉原で出会った私たちだから。きっと秋葉原だけが終わらない今日に。今秋葉原は危険な状況にある。この世界の断りから遮断された状況に置かれたの。それじゃまるで妄想保護区じゃなくて妄想隔離区じゃねえか。管理局にとっちゃ保護区なんだろうよ。この状況が続くとどうなるのよ。1秒、1分、1時間、1日、外の世界とのズレが生じていく。世界とのズレが大きくなればなるほど何が起きるかわからないわ。そんな、一刻も早く妄想を壊す必要があるってことね。だったら簡単じゃない。きっと妄想の先にピンクマントがいる。永遠に続く今日の妄想が壊れれば全ての妄想が壊れるってことだな。あら、少しは賢くなったじゃない。うるせえよ。だけど壊れるのは妄想だけじゃない。今度こそ本当に最後だな。ああ、綺麗に壊れるだろうな。俺たちが一緒に過ごした今日も。そうですよね。覚悟決めたはずなのにね。ふん。俺は別に構わないぜ。おい、レイジ。子守が終わり、妄想から解放される。これで俺はやっと自由だ。レイちゃん、こういう時くらい素直になりなさい。俺はいつだって事実しか口にしねえよ。大人ぶらなくったっていいの。私の前でくらい子供でいなさいよ。それに気づいているんでしょ、永遠の妄想を壊しても妄想から解放されないって。あの、どういう意味でしょうか。どうして妄想が壊れてもあんたたちの記憶が消えないのか、それを朝日ちゃんが証明してくれたわ。俺が？朝日ちゃんは繰り返す今日を妄想した。そしてその妄想は壊れた。だけど記憶を失うことはなかった。それはまだ妄想者だったから。もう一つの妄想ですね。気づいていたのね。そうよ、もう一つの妄想が生まれたから。朝日ちゃんが繰り返す今日を壊す前に永遠に終わらない今日を妄想した。だから片方の妄想が壊れてももう片方の妄想が残っていたのよ。それじゃあもしかして。私たちも妄想の数に限りはない。つまりはそういうことよ。妄想は無限。私にも別の妄想があるっていうの？どうするのかはあんたたちが決めなさい。残された妄想に向き合うのか、それとも目を背けるのか、変わり続ける日常を生きるのか、変わることのない永遠を生きるのか。悩んでいる時間なんて。もう焦ったらダメよ。こういう時はね、じっくりと悩みなさい。だけどほら、今日はもう遅いわ。一晩だけでも悩んでみなさいよ。俺たちが
本当にどうしたいのか。好きなだけ悩むことができるのも若いうちだけなのよ。帰らないのか。ええ、ちょっと四隅よ。やっぱりここがなくなるのは寂しいか。当然じゃない。ここはやっと見つけた私の居場所なの。なのに中へは入らないんだな。今から入るところよ。いいんだよ、嘘つかなくて。嘘じゃないわ。じゃあ行ってこいよ。少し気が変わったわ。俺はそう思わないけどな。え、変わったのは気なんかじゃない。琴美自身が変わったんだよ。勝手に決めつけないで。そして私の半径1メートル以内に近づかないでちょうだい。え、最近言わなくなったな、それ。だって言っても無駄じゃない。ああ、無駄だな。さっきから何が言いたいのよ。出会った時から随分変わったなと思ってさ。ふん、私は何も変わってないわ。それじゃあもう気持ちは決まっているのか。当たり前じゃない。ピンクマントを八つ咲きにする、それだけよ。やっぱり何も変わってなかったか。だからそう言ったじゃない。だけど妄想が壊れたら俺たちと過ごした今日も全部忘れちまう。だからそれがどうしたの。ようやくあんたたちを忘れられてせいせいするわ。琴美は寂しくないのか。そっか。そんじゃ風邪ひくなよ。寂しいわよ。寂しくないわけないじゃない。だから最後まで私らしくいさせなさいよ。聞こえてるよ、琴美。まだ帰ってなかったんだな。最後になるかもって考えたらなんだかここに来たくなっちゃって。そっか。ねえ朝日、みんなとの思い出が消えても私を見つけてくれる？それは咲の仕事だろ。うんうん、違うの。朝日がね、私を見つけてくれたんだよ。誰にも言えなかったもう一人の私を朝日が見つけてくれたんだ。だからね、もし今日が終わったとしてももう一度見つけてほしい。きっと私一人じゃ無理なんだ。朝日がいてくれたから素直になることができた。恥ずかしかったけどありがとう。おい、なんだよ急に。もう感謝の言葉は素直に受け止めなさい。なんだかこっちまで恥ずかしいじゃないの。ごめん。でもそういうところ、出会った時とは何も変わってないね。ああ、俺は今でもニートだ。秋葉原を救っちゃうなんて、立派なニートに成長したじゃない。これも、サキと出会えたからだよ。ありがとな、サキ。え？あ、ちょっと。ん？どうした？顔が赤いぞ。急に変なこと言い出すから。感謝の言葉は素直に受け止めるっち。ピンくん、オイラのこと忘れられてたっち。完全に二人きりの世界だったっち。そんなことないっち。朝日、語尾がテンパってるっち。やっぱりさきは照れ顔より笑顔だっち。ピンくん、それとオイラからも言わせてほしいっち。ん？なんか話すことあったっけ？感謝の言葉っち。
わざとだよ。ニートの言葉を信じねっち。もう、拗ねるなって。ほら、どうぞ。何を勘違いしてるっち？え？いや、だから、感謝の言葉だろ？オイラが感謝を伝えたいのは、さっきだっち。はあ？私に？そうだっち。オイラが感謝を伝えたいのはさっきっち。さっき、オイラを見つけてくれてありがとっち。うんうん、私の方こそありがとう。ずっと一緒にいてくれて、私がいなくなった時も信じて待っていてくれたんだよね。当たり前っち。だってオイラはさっきの由緒正しき使い魔なんだっち。ありがとうね、ピンク。だけど、急にどうしたの？二人を見てたら、オイラも言いたくなったっち。それに、なんだか言わなきゃいけない気がしたっち。そっか。ついでに言いたいことがあるっち。アサヒ。ついでってなんだよ、ついでって。あくまでもついでっち。はいはい、それで。アサヒ、サキを信じてくれてありがとっち。え？ついでだから言ってみたっち。どうしたんだよ、ピンク。アサヒはさっきの話を信じてくれたっち。妄想みたいな現実の話を信じてくれたんだっち。疑いまくってたけどな。それだけじゃないっち。さっきがいなくなった時もさっきを信じてくれてたっち。オイラはそれが嬉しかったっち。当たり前じゃん。ち？だって俺たちは仲間なんだからさ。アサヒ、ピン君もありがとな。いっぱい感謝しろっち。あれ、でも何か感謝するようなことあったっけ？ちー、オイラはいるだけで意味のあるキュートなマスコットっち。そうだった。だけどピン君がいてくれて助かったよ。この言葉は嘘じゃない。だからありがとう。それじゃ、そろそろお家に帰ろっか。もう眠いっち。それじゃあね、アサヒ。サキ、どうしたの？どうしたいかは決まったのか？うん。もし、もしだよ。もし、みんなとの思い出が消えても、もう一度、私のことを見つけてくれる？そっか。そうだったな。うん。約束するよ。俺はもう一度本当のサキを見つける。だったら私も約束する。もう一度アサヒを見つけてみせるって。それが私の選んだ明日だよ。